みなさんメリークリスマス。ラベンダーの田中玲奈と岡田麻里奈と宮沢麻里です。私田中玲奈は2018年2月9日から13日まで、シアター千住にて音楽劇夜ハバージョン 1.2 という舞台に出演させていただきます。こちらはアンドロイドの役で、今まで経験したことない盾などありそうなので皆さんぜひ見に来てください。そして2018年5月16日から27日までは、人気ゲームの、信長の野望が舞台化されまして、私はお市役として出演させていただきます。こちらは渋谷にある渋劇というところで行いますので、皆さんぜひぜひどちらも見に来てください。待ってます。はい、そして岡田麻里奈は、本日ですね、12月24日日曜日下北沢モザイクにて17時から、キュートガールズライブ2017スピンオフ企画バンド&ボーカルセッション聖なるガールズのカバーナイトというイベントに出演します。こちらはですね HY さんの、カバー曲を中心に、セットリストを組んでいまして、こんな機会もうないと思うのでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、ということで今夜もどうぞ最後まで聞いてください。それではまずリスナーの方からのメッセージを紹介したいと思います。はい、ラジオネームアッキーは私のダーリンさんからいただきました。2週続けてだ。そうですね、ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。今年も早いものでもうすぐクリスマスですね、ラベンダーの皆さんはクリスマスソングで好きな歌はありますか、ということです。あれ、なんかさ、この前喋ったね。なんかデジャブ。デジャブだ。あ、私いなかった時だ。ですよね。あれ前週撮ったよね。私いないです。前回いましたよね。いやいやいや、あれ 前回はおったよ。前前回やろ、おらんの。あれクリスマスソングの、ね、話は私じゃその時じゃない、ね、2人の時じゃないですか。喋ったよね、クリスマスキャロルとかさ。あ、そう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 、そう2人の時。2人の時ですね。えだっけ、そんな前から喋ったのか。あと私はもうバックナンバーかな。バックナンバ ー、バックナンバー。何だっけタイトル、クリスマスソング。あ、それだあっていう歌。めっちゃいい、めっちゃいい。バックナンバーさ、あれのさ、あの高根の花子さん、あ、はいはいはい、あれをなんか聞いて、友達が歌うのを聞いて、これめっちゃいいと思って、でもな、男の人の歌ってあんまり聞いても自分のためにならんけん、なんていうとかな、なる人とならん人とおるけん、ちょっといろいろ検索しようと思ったら、女性がカバーしとるのがあって、それずっと聞きよっちゃうけど、今超ドハマり中、遅いと。あ、でも YouTuber の方でいますよね、ずっとバックナンバーさんとかカバーして、小バスロさんとか。あ、それそうですよね。そう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 、それ聞いて、あれめっちゃいいと思ったのが、ね、2番のね、いやそいつ誰だみたいな歌詞があってね、こんななんかたなんかこう素敵な歌詞の中にいきなりさ、いやそいつ誰だって来たらなんかびっくりするわけ、聞きよって、え、今の歌詞何みたいな、現代っぽいみたいな、なんかうまいなと思ってちょっとハマった。それいやめっちゃいいですよね、バックナンバーね、結構ね、めっちゃいい。あ、そうとか、クリスマスソング、もう一回話せません。ジングルベールとか普通に言うよ。あと、慌てんぼうのサンタクロースとか、あ、ね、あのお花のやつ、あと真っ赤なお花、入れないとかね。 あれだね、それ系好きじゃない。あ、ダメですか。それとかなんかビビッシュはとか嫌い。あ、日本語にしてしても、いやいやいや、そこはいいじゃないですか。なんかさ、あれって外国のじゃないですか、もともと。もともと外国で。そうね、なんかさ、あわてんぼのとかさ、なんか子供から聞きよったけど、まあ、なんか親しみがあるけどさ、前にさ、あのさ、今やけ言うけどさ、ラベンダーでクリスマスのさ、やった時さ、レナは普通にね、なんか、なんだっけ、あのクリスマスの歌。何の曲やりましたっけ、ジングル。ヘイ、あなた。あなた、あれだっけ、メリークリスマスだ。そうだっけ、そうだ、あ、サンタテテテテテテテみたいなやつ。あ、そうだそうだ、ね、それじゃないわけ、歌いたいのは。ね、あのアレンジしてくれたのはすごいありがたかったけど、あれはショックやったね、もう。ああ、あのマイケル・ジャクソンとかが歌ってるやつのバージョンだったサンタクロスって。なんかもうさ、みんな合わせられんやん。そうそうさ、ちゃんとさ、テンポでやろうやって。そう、あのおしゃれになってたんですよね。おしゃれとかいらんの、遅らせてやるみたいな。そう、よく怪人さんがやるやつ。そうだね、そうだね。サンタクロスカーミーみたいなやつの、ほんとやだね。確かに、確かにそうでしたね。懐かしい。めっちゃおしゃれになってたな。めっちゃおしゃれやった。確かにな、おしゃれな。みんな歌えんと一緒に。いや、知ってるけどちょっと違うみたいな。確かにね、難しいですよね。難しい。
やるね。こんなこともありましたね。ありました。はい、じゃあクリスマスソングは以上です。以上です。以上です。はい、じゃあ続いて、はい、ラジオネームマイメロさんからいただきました。ラベンダーの皆さん、こんばんは。こんばんは。何度かメッセージを送っているのですが、今回は違うネームで送らせていただきます。おお、名前変えたんですね。いやいや、冷たい、冷たいか。何今の名前変えたんですね。興味ない、今ね。興味ある、興味、興味あります。すごい。私は先日、うん、ずっと片思いしている人とイルミネーションを見てきました。年上の人で、今年何度かご飯に行ったりもした人なんですが、私の気持ちもこの間伝えました。結果は振られてしまったけれど、振り向いてもらえるように頑張りたいです。そこでラベンダーの皆さんにおすすめのダイエット方法や肌のケアなど教えてもらいたいです。よろしくお願いします、ということです。あ、頑張れるやつだ。すごい気持ちがあれば、告白したのか。強いな。すごいな、うん、でもイルミネーション一緒に見に行ってたまに振られたって、ね、その男なんだよ。ちょっと回せぶりですよね。回せぶり、胸ぐら掴んで言えばいいのに。回せぶりだよ。こうやってこうしてる。いやいや、急に怖い、急に怖いですね。でも教えようよ、教えてあげようよ。じゃあおすすめダイエット方法や肌のケア。そっか、その感想についてね、日記で話そうと思ってたんだ。あ、じゃあそれだけはさ、後で喋ろうよ。後で、後で感想系は。感想の肌もね。じゃあお肌系は後で喋るので、うん、ダイエット方法、うん、そうだね。おすすめのダイエット方法。なんだかんだ筋トレじゃないかな。え、マジで。うん、なんかやっぱ代謝を上げて脂肪を燃やすから時間かかるね。でも筋トレ派か。でも人によって違うけんさ、やっぱ体って何が合うかは分からんけど、とりあえずその筋トレとかいろいろ出して、この子がいろいろ、そうそう、試しに食べちゃう。でも続けられたのはキャベツかな、私。キャベツ？待って、この子がって言うけどさ、これ男かもよ。え、いや、いや、でもだって私っていう男おるやん。あ、いやでもマイメロだから女の子じゃないですか。さすがにマイメロって言って男かな。いや、わかんないよ。でもありえるかもしれないけど、めっちゃマイメロ好きます。でも名前変えたとよ。男の人だったらダイエットにこう励みそうじゃなくないですか。最近ほら女子化した男が増えとうけんさ、やっぱり。あ、え、フラメンダイエットに行くよ、男の人も。お肌きれいにしようっつって。男だったらダイエットっていうよりは筋トレみたいな。そう、筋トレになっちゃうよね。あと永久脱毛行って、顔の。それ田中さんの好みですから。なんかさ、汚らしい人ってやっぱダメだなって思うと、でも好きな人もいますよね。その汚いのが好きっていう友達も。ヒゲゴジラでも。そう、もうめっちゃ好きな人いるんですよ。だから逆にその胸毛とかもうない人が無理みたいな。無理無理、胸毛とかもなんで。お腹だ、ギャランドゥとかも欲しいみたいな。ギャランドゥやばい。ギャランドゥも謎解き欲しいったじゃん。っていう友達もやっぱいるんで、それは多分好みですね。好みか。そっか、じゃあ好みだね。男か。でも多分男じゃないんで、うん、男じゃない。肌のケアは大丈夫です。確かに確かに、ね、女子の肌のケア話しますから、はい、もう食べんどこ一時。おすすめのダイエット、あれで見たよ、なんか YouTuber のやつで、おしゃぶり昆布やったっけ。ああ、1日3食食べよったら激痩せして、おすすめはしませんって言ったけど、激痩せするのかと思って。おしゃぶり昆布、おしゃぶり昆布3食だって。3食はきついな。やばいよね、ちょっと。でも気合があればそれと水でいけるのかな、多分。気合があればいけるんでしょうね。まあ、でも酵素ドリンクとかの方がいいかもしれない。酵素ドリンク高いけど、ちゃんと栄養も取れて、まあね、健康的に痩せられる。男梅グミもいいですよ。うーん、マジで。ご飯代わりになりそう。ご飯代わりになりますよ、あれ。忍者飯とかもあるよね。忍者飯美味しいよね。ハードグミで噛むことによって満腹中枢を刺激して、よく言うよね、少なくするか。でもちょっと食べると食べたくなるけど、やっぱレナは食べんっていう方法をやるな、どうしてもやせないときは。ああ、もうちょっとキュウリにするな。キュウリ、キュウリダイエットしてたこともありましたよ。キュウリダイエット、キャベツ、キャベツとキュウリ。キャベツは昔すごい頑張ってやったときにやってたやつ、ちょっとだけ痩せようと思ったとき、キュウリは痩せました。でも結構すぐ。キュウリどうすると。毎日キュウリでなんか一品作って、そのキュウリ一本全部ちゃんと食べなきゃいけないみたいにして、キュウリ暮らす。毎日夕飯はキュウリ以外は食べんと思う。もう大体キュウリのものと、まあ、プラスなんかあればちょびっと食べる、食べるぐらいで、基本キュウリに。キュウリって本当一番栄養がない
その野菜なんですって。そうだね、世界で。だから何も吸収しないからほぼ水分なんで結局。そうですよね。まあね、だから冬はやめた方がよくない。冷えそう。冬はちょっとね、体を冷やすから。チンキュウリ、温かいキュウリってどこ行きます。温かいキュウリやだな。温かいキュウリやだな。鍋がいいよ、水炊き鍋。あ、いいじゃん、いいじゃん。水炊き鍋ならカロリーそんなないし、白滝入れればいい。そうそうそう、いいね。なんか全然低カロリーやし、ポン酢とかもちょっとつけるだけで美味しいし、なんか水炊き鍋とかいいんじゃないかな。あったかいし、毎日鍋、うん、あとチゲ鍋とか、うんうんうん、あ、いいね、辛いもんね。そう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 。この間なんかレストランで隣の人が栄養士さんで、たまたま座った人がなんかその女子会の会話聞こえたんですけど、辛いものいいよってめっちゃ言ってました。なんか本当代謝がいいからみたいな。で、栄養士的にもいいって言ってました。栄養士的にもなんか栄養士的にもすごい痩せれるみたいな。え、そういうのだったら今度食べよう。そう、盗み聞きしてた。へー、そうなのか。でも辛いものってなんかいいって言うもんね。なんかスパイスとか、ね、発汗できるし、そうやな、という結論に至りました。気持ちがね、気持ちですもんね。そう、ね、そうなのよ、気持ち。本当にやろうと思ってる時はやれますからね。そうね。まあこれをバネにして頑張ってください。はい、じゃあ後ほどちょっと肌ケアは、紹介します。はい、じゃあ続いてラジオネームケイくんさんからいただきました。ラベンダーの皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。皆さんが今までもらったクリスマスプレゼントの中で一番記憶に残っているのはどんなプレゼントですか？そして一番最初にサンタからもらったプレゼントは何だったか覚えてますか？ちなみに私が一番最初にサンタからもらったプレゼントはピカチュウのぬいぐるみだったらしいです、ということです。わかる。あ、同じ。いや、私は多分ね、一番最初がね、わかるとかしない。わかる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 とこないでしょ今絶対。いや、でも多分同じ世代だったんだと思う、多分。なんかそういうピカチュウってことは。あ、まあね、ピカチュウ系多かったね。ピカチュウ元気でっていうもらったことあるもん、私も。マジで、いとこんちだったな。ゲームです。64です。あれだ、あれだもん。そう、あれクリスマスプレゼントにもらった、ね、あれ雪流行ってたよね、すごい流行った流行った。なんかさ、話しかけるんだよね、あのマイクみたいな。そう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 。ピカチュウピカチュウって言って、あれ可愛くないよって。めっちゃ可愛いですよね。可愛い。子供がやってるのが可愛い、見てたら絶対。いわ。それが今やね、こうやってタッチできたり、確かに、ね、こうやって体感ゲームできたりとか、ほんと、その頃の自分では絶対もう想像できなかったもん。今のでもプレゼント困りません、ゲーム携帯でできちゃったら。まあ確かにね、そうだけど、でも子供はやっぱ嬉しいよ。あ、普通に、ね、もらって。だってこの前なんかツリーなんか飾られてたのを子供が DS でこうやって撮影してたのが見えて、DS ってやばいね。そう、 DS で撮影できるんですよ。でそういうのが可愛いなって思って。今時のね。そうそう。今やったらあれでいいじゃん、スイッチ、任天堂スイッチ。スイッチね、でも入手困難なんで。え、相当難しいですよあれは。え、なんじゃあるよ。え、じゃあもうラッキーですね。そうなのか。うん、入手困難で転売とかもされてて結構。レートが高いです、あれは。今さ、もう市場に出てないの？いや、今はでも、なんかちょいちょい、なんか。あ、でも出しては売り切れ、出しては売り切れ。そうそう、そんな感じ。すごいね。すごい人気なんですよ。需要と供給足りてないみたいな。任天堂すげー。任天堂はすごいよ。すごいな。出すゲーム、出すゲーム。今の子供たち幸せだわ、ほんと。確かにね。あるんだもん。ね、おもちゃが充実してるもんね。でこれは今の子供たちの話じゃなくて、各自で一番記憶に残ってるクリスマスプレゼントです。一番最初にもらったやつやろ。あ、もう一番記憶に残ってるのと一番最初にもらったやつ。最初なんだっけ、ポケモンだった気がする。ポケモンの赤ゲームだ。あ、そうそうそう、赤緑青の時。でも青が一番最初にカメックスみたいなやつ。そうそうそう、カメックス、リザードン、不思議花、全部買った。全部買った私も。でなんかすごいまだ白黒の時代のゲームボーイももらって、で翌年に確かその金銀が出て、そのカラー、ゲームボーイカラー買ってもらって、でその翌年クリスタルが出てクリスタルを買ってもらってみたいな、クリスマスプレゼントだった気がする。毎年？ああ、そうなのか。でもすごい楽だったと思う。なんか欲しいものがはっきりしてるから。そうだね、確かに確かに確かに。私もマリオパーティーでずっとクリスマスもらってた気がします。マリオパーティー1から6まで。マジで？もらってた。すごいね。でもマリパ面白いよね。マリパ面白いよね。やっぱそういうのはなんか普段家族で遊ぼうって言って普通に買い寄ったけん、クリスマスとかじゃなくて。
クリスマス何もらえたか全然覚えてないよ。なんか可愛いだけ筆記用具とか、もうめっちゃ子供、赤ちゃんってかもうさ3歳に4歳くらいから多分もらいようやんか。はいはいはい、はい。なんかセーラームーンのなんかとかやない多分最初は。ああでもそうかも、なんかこういうハートのやつももらってきて、変身するやつとか、そうそうそう、ステッキとか。私お邪魔女派だったな。あお邪魔女も見てた、お邪魔女。お邪魔女、お邪魔女派っていうかさ、世代そんな被ってなくない？セーラームーンの方が超先じゃない？あ超先ですかね、やっぱり、うん、でもなんか私セーラームーンのなんかテレビ絵本ってやつ、こんぐらいの大きさのやつ持ってた。へえ、なんかテレビ絵本って言ってアニメのやつがあって、なんか 字書いてあってセリフがあってみたいな、そういうの昔あったな。確かにあの時は変身できると思ってましたもん。思った。同じやつだと思ってね。そうそうそう、なんかさこういうなんか ドロップみたいなやつ入れてさ、こうやってピカピカってやってさそうそう、ドロップをねいっぱい持ってたもん、私のまじゃまじゃの。懐かしい。変身できるはずだったけどな。はず。続いてはラベンダー日記。イエイ。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、今夜のトークは私宮沢マリンです。はい、ということで今回のテーマはズバリ乾燥。乾燥、ね、この時期になるとやっぱり乾燥がね大敵ですけども、はい、皆さん乾燥対策してますか？はい、してます。してます。うん、どのような対策を？この人面白い。あれだわ。化粧水がミストで出るやつとかをちょっと持ち歩いてわーと思ったらこの辺に振りかける。あ、自分じゃなくて周りに、周りか自分にバーってかけたらお化粧崩れるやん。だけど周りってか上とかに振って、その上から落ちてきたやつを顔にこう。なるほど、振らせるみたいな。そう、振らせる。なるほど。直接ってやったらピャーとなる。なるほど、なるほど。なるほど、その戦法か。この私はね、その化粧してる時はあんましないんですけど、夜もうニベアクリーム1本です。ニベアクリームをいいって言う、めちゃめちゃ塗る。なんかベトベトなる。確かにベトベトじゃない、ベトベトで寝ます。マジベトベト、テッカテカのつぶついで、でも今流行ってますね、パック。なんか YouTuber の中で結構紹介してる人多くて、うん、ニベア缶あるじゃないですか、うんうんうん、あれをもう本当に真っ白になるまで塗って20分ぐらい置いて、うん、なんかこう温かいタオルとかで拭き取って、うん、でまた薄くなんか伸ばして、でもいいっては聞いた YouTuber から。そうですね、YouTuber から私も聞いてYouTuber からやってますね。あと色は白くなるらしい。へえ、そうなの？どうしたか分かんないですけど。へえ、はい、ということで、はい、受け短い。もうちょっと新しい、新しい MC だ、はい、はい、お願いします、はい、やっぱ乾燥すると寒さを感じやすくなってしまって風邪をひいたりとかね、免疫低下したりとか、いろんなねことがあるんですけども、そう、まあね、この時期やっぱりセラミドが入った化粧水をおすすめしますね。よく聞く。そう、セラミドっていうのはやっぱり保湿成分で、うんうん、そのセラミド入ってないとあんまり意味ないみたいな。え、そう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 、だから寝るときはちゃんとセラミドが入った保湿成分のある化粧水をちゃんとつけてあげて、でその上に乳液でこうパックみたいな。でオイルとかよく使う人いると思うんですけど、はい、オイル使ってる？私はベビーオイルで化粧を落とす人です。うん、なるほど、はい、でね受け短い。喋りがいがないよ。ひどがらんで、ひどがらんで。オイル自体に保湿成分はないんだよ。あ、はい、はい、なるほど。オイルってさ、ダメって言うよね、なんか毛穴開くらしいよ。え、そうなんですか？なんかその油分でその蓋をするみたいな役割だから、なんかこうオイル自体の保湿はなくて、あのケアの最後にこう蓋をする役割みたいな。あ、オイルが？あ、そうなの？そうなの。だから でも取れちゃうイメージなんだけど。うん、だから最後にやるのが正解なんだって。ん？今噛み合った今2人。今もうこの全然遠いところで話しちゃって、もう全然か。そういうのパラレルワールドかと思ったもう。なっちゃった。違う違う、あのオイルってさ、全部さ、うん、落としちゃうみたいな、塗ったものを。いや、そうでもない。あ、そうなの？うん、ちゃんと油分が、一番上に乗っていいんだ。そう、油分がこうピッてなっちゃうから、蓋をするってことが油分で。知らんかった。それはそうそうそう、そういうことなんですよ。へえ、そうだね。脱水症状とかにも気をつけないといけない時期なんですよね今。あの皮膚や呼気からの蒸発分を補わないと脱水症状冬でも起こしてしまうそうなんですよ。はい、うん、だからちゃんとお飲み物をね、お水はね、飲まなきゃいけないんだよね。で、加湿方法、9選
紹介しますね。9個タオル、洗濯物。3個くらいでいいか。3個くらいでいい。今やっぱ同じこと思いました。3個くらいでいいか。選抜してこの中でワインが一番いいやつ。そうだね。植物を置く。それか。植物はね、あの蒸散というね、あの、はい、根から吸い上げた水分が外に放出される現象っていうのを蒸散って言うんですけども、それが起こる分だけ空気中の水分が多くなるんで、あの自然の力を借りて加湿するっていうのも ねいいと思います。目にもいいしね、観葉植物。じゃあ水やらんでいい植物じゃなくて、水やらない観葉植物だ。ちゃんと水あげなきゃいけない。続かないな。確かに続くわね。あとこれはみんなやるかもしれないですけど、風呂の扉開けっぱりする。あー、ね、でもカビが生えるやん。そ ね、そうなんですよね。そういうホテルだとね、やるけど。そうそうそう、ホテルなんかこれさ、やばいよね、このわかる。ホテルやったら湯船めっちゃパンパンまで入れて開けるよね。そう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 、だからなんかちゃんと換気するとか調節する工夫が必要ですね、これは。で、やっぱり最後は加湿器に頼るですよね。そうね、わかる。面倒なんだよね、それが。だからなんとなく植物って意外といいかもしれないよ、蒸散で。一回あげればいいしね、水、うんうん、一番いいかも。そうそうそう、だからなんか観葉植物よかったら買ってみてください。そうだ ね、 でやっぱりカビとか怖いじゃないですか、うん、カビ対策とかもしてます、ちゃんと。カビキラーとか、お風呂とか、お風呂、お風呂場とか、お風呂は、うん、なんかちゃんとあのよくこれ換気扇みたいなところあるじゃないですか、ここ、うんうんうん、これとかもちゃんとしないとどん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 カビが増殖しちゃうんで、そういうところにもちゃんと、この大掃除の時期なんで、そう ねうわー出たー、大掃除だ。年末大掃除ですよ、ね、毎年やるの忘れちゃう。やるの忘れる、忘れちゃう、忘れちゃうの。線だけやろ。いやでも心機一転ね、ちゃんとしないと、あのやっぱ風水的にもね、よくない。確かに言うよね、風水でよくないんだ。でよく忘れちゃう掃除箇所、サッシ、あ、窓のサッシとか、あと窓のヘリの部分っていうのかな、あの、うんうんうん、綿棒とかしか入らない。そうそうそう、綿棒でちゃんとこうカビとか取んないと、窓からもカビがドーンとね、来ちゃうんで。もう見ただけで嫌になりますよね。わかるわかる、ね、みたいな。まだ原始一家とか思ってしまう。いや、ちょっと思います。わかります。カーテン閉めたら見えない。あのさ、やばい、こんなこと言う。ダメでしょ、臭いものに蓋するじゃないんだからさ。ダメだよ。カーテン閉めたら見えないとか、やばい。見えないとかってさ、カビ舞っちゃうよ。どんなに加湿器とかが頑張ってもカビ舞っちゃうからね。そうだよね。そう、分かってるけどね。分かってるんだけど、そこはやっぱ結露がよくたまりやすいところだから、うん、その分なんかもう雑菌とかもすごい溜まってるんで、そこはちゃんとね、お掃除していきましょう。分かってるんですよね。分かってはおるわ。はい、あ、でもみんなもこれで感化されたんじゃないでしょうね。されたかな。カーテンで隠せばいいやつだ、マリに怒られるから。みんなお掃除頑張ろう。頑張りましょう。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡0928448844です。はい、ということで、来週が最後なのかな、今年の放送。あ、そうですね。じゃあまた来週ね、マリンからみんなお掃除したかどうか ね聞いてくださいね。チェック入りますので、はい、皆さん気をつけてください。はい、ということで、お相手は田中里奈と岡田マリナと宮沢マリンでした。また来週、バイバイ。